ゲーム課金も値上げ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。9月28日水曜日。はい、ね、いろんなものが値上げされておりますけれども、とうとうね、アップルも値上げということで、 APP ストア値上げにスマホゲームユーザー衝撃と、駆け込み課金します、引退も視野にということで、相次ぐ値上げラッシュの波はゲーム課金にまで及んでいるということで、アップルは日本や欧州諸国など世界各国で10月10日から APP ストアで販売されるアプリの値上げに踏み切るということで、日本では約3割程度の値上げとなり、最低価格が120円だったのが160円に変更と。値上げはアプリ内課金も対象で、スマホゲーム内でガチャを引くために必要な課金アイテムの価格も高くなる見込みだと。このニュースを受けてスマホゲームユーザーの間で大きな衝撃が広がっているということで、まあ10連ガチャもね、4000円時代が来るんじゃないかというようなね、話があります。はい、はい、というわけで、まあ今ね、パチンコ屋さんとかね、どんどんなんか潰れていく時代で、まあ、そういうね、昔だったらギャンブルね、こういうギャンブルとかパチンコ屋で、使ってたね、層が今スマホの方でね課金してるって言われておりますけれども、これね、課金しても3割やったかな、3割アップルが持っていくので、実際ね、例えば日本のね、あの会社が作ったゲームでも、課金した時点で3割ね、外国アメリカに抜かれてますよということになりますので、まあどんどんね富が外に、取られていくというね、まあこれはね、あの別にゲームだけじゃなくて、まあ他のもね、例えば郵便局をね一生懸命売ってますね、アフラックがん保険も外資なんでね、日本人が入ったら向こうにね抜かれますよっていうね構造は同じだと思いますけれども、はい、まあこちらの方ね、課金ね、もうね子供の小遣いじゃできないよ、まあよくあのうちのね常連さんのお子さんとかね、子供さんたちに話聞いてると、もう誕生日とかね、クリスマスとか物はいらないからね、iTunes カードを、買ってくれとね、いう課金したいというね、あの話をよく聞くんですけれども、まあマジでね、まあそれも値上げかというね、大変な時代が来てるなというのをちょっと思いました。はい、まあこれでね、まあね、ゲーム廃人ね、課金廃人ってよくね、ガチャで廃人になるとね破産するとかいうね話も聞きますけれども、もうタバコと同じでもうね、課金、子供は課金できないようなね時代になるんじゃないかなとね思います。はい、はい、まあそんな感じで全部上がっていきますね。まあそんな中ね、今日はですね、ご予約をね、2件、お電話いただいてですね、ご来店いただきましたと。でテイクアウトでね、元アルバイトのね、女の子からお電話いただきましてね、お母さんがね受け取りに来てくださったんですけどね、でさらにご予約くださってたね、あの方ご来店くださったら、昔ねバイトしてくださってた、これまたね女の子のお姉さんがね、ご家族でご来店くださいまして、がっつりやってくださいましてね、でもう一方の、ご予約はね、先輩、高校のね先輩が会社の皆さんとね、来てくださってがっつりね、もうスーパーがっつりやってくださいまして、でさらに今日はですね、あのこの間先日ね、うちのアルバイトちゃんがあの得意のね英語で対応してくださった、まあ、フランスの方とイギリスの方ね、のグループがねこの間がご来店くださったんですけど、まあ、その時のね英語の対応が素晴らしかったということで、今日もね来てくださったんですけどね、まあ、たまたまそのバイトちゃんはね休みだったんですけれども、今日はねあの日本語喋れる日本人の方と、びっくりしたのがね、お一人日本人がね奥さんみたいで、めちゃめちゃペラペラでね、
メニュー表に貼ってるね、あの店長とここ無料も普通に読めてたんで、すごいな、こんな日本語がね流暢に話せるんだと思って、あ、この間も日本語を通じてたんだなと思ってね、ちょっとびっくりしました。はい、まあ、そんな感じでね終わってみたら、平日でね、いつぶりですかね週末以外で、炸裂しましてね、本当にね月末の追い込みウィークなんで、本当ありがたかったですね。はい、で支払いね、支払いが迫っておりますので、その前にね、お金が入りましたので、うわ助かったというね感じでした。はいはい、まあそんなわけでね、9月、まあまだまだね、全然流れがね戻ってきておりませんけれども、いやー本当今日はね助かりましたね。はい、ほっとしましたね。関係者の皆様、ね、ご近所の皆様、ね、地域の皆様、ありがとうございました。はい、というわけで、月末ですね、あと残り少ないですけれども、まあちょっともうね、まあ、大負け決定なんですけれどもね、ちょっとでもね、プラスになるようにね頑張っていきたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。終わります。